動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。今回茨城県を旅しています。してこの旅行をもってようやく関東地方すべての1都6県回ったことになります。3度目の正直ですね。ただそれだけをするためだけにこの茨城に来たのじゃありません。もちろん目的があります。今ちょうど偕楽園の梅が見頃を迎えています。ですのでまず第一の目的は偕楽園の梅を皆さんと一緒にこの動画を通じて楽しむということをこうコンセプトでやらせていただきたいなと思います。2つ目は黒田の滝を皆さんと一緒に楽しみたいなと思っています。ぜひ最後までお付き合いください。おはようございます。1番線ご注意ください。それでは今回の旅も始めていきましょう。水戸市内に到着しました。駅の時刻表を確認しましたら水郡線の袋田駅行きの電車午前11時15分出発ということでしたんでちょっと時間があります。なので予定を変更して先に偕楽園の方に行ってしまおうかなと思います。不慣れな土地で案の定道に迷ってしまいました。迷ってしまいました。ただリカバリーしていますんで大丈夫です。向こうに見えるのが千波湖ですね。千波湖は偕楽園の借景といって風景の一部、庭園の一部として利用されてます。道を挟んで千波湖の反対側に流れているのが桜川という川なんだそうです。まだまだ歩かなくちゃいけないみたいです。どうやらこっちに偕楽園あるみたいなんで行ってきます。ゲットしました。
偕楽園の全体の地図はこんな感じになっています。偕楽園って言うと梅の花を連想しがちなんですけど、実は表門から宝文亭まで続くこの孟宗竹林もとっても綺麗で、ぜひ偕楽園に来たら見ておきたいなと思って来ました。これはすごい梅のトンネルだ。なんかすごくいい匂いがするらしいんでちょっと嗅いでみます。あ、本当だ、いい匂い。東京を出発したのが今朝の7時、それから約3時間で青春18切符を使ってのんびりと水戸偕楽園にいまして、こんな素晴らしい梅の花見ることができました。今年の偕楽園の梅祭りは確か3月の1日も始まってますね。21日まで開催中ということで、そして夜はライトアップもしてるそうなんで、よかったら見に来てください。本当に見応えのある梅の花たちです。今回の動画いかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。もしこの動画面白いと思っていただけたら、高評価、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。